120フィルムと620フィルム、スプールの違い。620フィルムはフランジ直径が小さく、軸が細い。620フィルムと共に発表されたホールディングカメラコダック6-20。620フィルムはスチル写真用のフィルムの規格である。1932年にコダックが導入した規格であり、620とはコダック式のロールフィルム番号である。 基本的には120フィルムと同一のロールフィルムを使用したものであるが、120フィルムと比較して使用するスプールのフランジ直径が小さく、軸が細い。画面サイズは 69cm 半のカメラが多いが、中にはフィリップスボックスフラッシュやホタックス6のように 66cm 半の正方形画面の使用のものもある。フィルムが生産終了となった現在、 620フィルムを使う写真機を使用する場合には120フィルムを620フィルム用のスプールに巻き直す手法を取るのが一般的で愛好家により巻き直されたフィルムが販売されてもいる。また120フィルムのフランジを周囲の溝に沿って爪切りなどで切り落として使用するより簡便な方法もある。画面サイズ 69cm 半のロールフィルムとしては まず1897年にホールディングカメラ、ホールディングポケットコダックと共に、コダックが発表した企画105フィルムがあり、ついで3年後の1900年、ボックスカメラ、ザ・ブローニーと共に 69cm 半のロールフィルム117フィルムが発表されている。続いて、翌1901年にボックスカメラナンバーに、ブローニーと共に120フィルムが発表された。なお、 105フィルム並びに117フィルムは初期のロールフィルムの多くが生産終了となった1949年3月同時に廃盤となっている620フィルムをコダックが発表したのは1932年同フィルムを使用するホールディングカメラコダック6-20と同時でこの時には同じく新規格で616フィルムとそれを使用するホールディングカメラ コダック6-16も発表された。1955年9月のポピュラーサイエンス誌の広告記事、正しい仕事に正しいフィルムを選ぶ方法では、コダックベリクロームフィルム、コダカラーフィルムの項目に、116フィルム、120フィルム、127フィルム、616フィルム、828フィルムと並ぶ、ポピュラーなロールフィルムとして620フィルムも列挙されている。 エクタクロームフィルムの項目には120フィルムと620フィルムはスライド映写機に合うサイズがないとの理由でリバーサルフィルムがないと書かれているものの当時のエクタクローム現像処方 E-2 の現像キットでは4から5ロールの120フィルムと620フィルムが現像できると記述されている。コダックは1984年5月に616 フィルムの生産を終了した後も620フィルムの生産、出荷を継続。同社が620フィルムの生産を終了したのは127フィルムと同時で1995年7月であった。127フィルムと違い、この時点でコダック以外に当フィルムを製造していたメーカーはなく、この製造終了をもって歴史に幕を下ろすこととなった。いずれも生産終了品である。 ありがとうございます。